こんにちは、ダッチです。今日はですね、東郷池に来ております。今から、手長エビというエビを釣っていこうと思います。では仕掛けの説明お願いします。はい、エビ釣りはですね、何でもいいんですけど延べ竿があれば楽しいかなと思います。これが 2.7 メートルの延べ竿になってまして、こうやってこうピーッとで、リールとかついてないやつですね。で、穂先、ここにですね、糸をつけて、で、浮きつけて、針つけて、で、垂らすと、それで釣れるということですね。今からじゃあ仕掛けを作っていこうと思います。まずですね、仕掛けは今日は買ってきました。これ自作でも作れるんですけど、タコさんでも簡単にできるかなと思いまして、この手長エビの仕掛け、これをですね、つけていこうと思います。はい、で、仕掛けをね、取り出したらこうやって市販のやつはもうすでに輪っかができてます。このね、タグを取っちゃって、この輪っかをですね、一回こう折ってあげて、で、こうと、輪っかを2つ作ってから1つにこうまとめてあげて、このね、この中に入れますと。で、入れて両方とも入ったら引っ張る。これでもう仕掛けセット完了です。あとは伸ばしてって、こうやって何メーターか、竿の長さによって仕掛けが決まってるところもあるんで、そういうのを全部切っちゃいます。この竿の長さが 2.7 メーターあるんで、ちょっとね、 2.1 でも短いかなと思うんですけど、まあ仕掛けなんで竿と同じぐらい長さ、竿よりちょっと短いぐらいが取り回しがいいです。あ、そうです。でも市販の仕掛けなので、これでもう OK です。これが浮きで、浮きは多分ここでこうやって爪楊枝みたいなのが入って浮き動くんで、これで、浮き下を調整します。浮き下っていうのは水に入りましたと、こうポチャンと、そっからそこまでの距離をこの浮き下で調整します。今だったら水深40センチぐらいにこうそこにつくと、で、ハリス止めがこれで、ハリス止めの上に重りがついてると、糸が続いて針がついてると。エビの針は返しがない方がいいです。返しあるとね、なかなか取れないんで、返しなくても全然釣れますん で、これでセット完了です。餌をつけていこうと思います。で、今日の餌はこれ、カニ風味スティックカニカマです。コンビニで買えるカニカマでエビは釣れます。で、これの先っぽのちょっとですね、ちぎってあげて、はい、ちょんちょんと、もうこれで OK。 で、カニカマのいいところはもう長さの調節が簡単、あとめちゃくちゃ取れる餌として、こういったカニカマが触りやすくてですね、衛生的にもいいかなと思います。はい、じゃあ今から釣っていこうと思います。さあ、行くぞ。さっきあの作ったこう市販の仕掛けはこう浮きがね、分かりづらい、こうちょっと動画にすると分かりづらいんで、自作でね、こうやって作った仕掛けで釣っていこうと思います。餌を落とす場所っていうのはどこでもいいわけじゃなくて、基本的には岩場、もうそこにね、岩場が何個かあるところに落としていきます。なぜかっていうと、手長エビっていうのは特に朝は自分の巣に隠れてます。その巣が岩と岩との間の穴だったり、そのとこに巣を持ってて、で、餌が来たら手長エビが食べて自分の巣に持って帰って食べる。なので自分の巣に近いところに餌を落としてあげたらよく釣れるということです。ここに落としていこうと思います。浮きが動いたらエビが食べたなっていうことになります。ちょっと待っておきましょう。浮きがなんと沈んで動いています。めっちゃ動いてる、めっちゃ動いてます。すごいすごいすごい、上げてみよう。お、動いてる動いてる動いてる。これは釣れました。万歳。すごい、これが手長エビです。手長エビです。はい、エビ釣れました。釣れたらまず、エビちゃんの口から針を取ってあげてください。キュッと持ってあげて、で、これでつままれます。痛いです。痛いの？痛い、結構痛い。あ、痛い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 、意外とね、痛い。血があるんですけど、ここに入ってるの、針が。これピンセットで優しく取り外してあげます。優しくないとエビちゃんが死んでしまいます。エビちゃんは生かしてなんぼです。はい、取れました。取れたらこいつを、生けすに放り込みます。で、エビはまあ、水でも全然いきます。ただ酸素ポンプブクブクがないとすぐ死んじゃいます。なので酸素ポンプのあるところに落としてあげてください。で、こうやって置いておきます。で、この手長エビ食べれます。
ただ、泥抜き綿に入ったものを出してあげないとちょっと臭みが残りやすい、まあ、1日ぐらいですね、真水でエビの食べたものを抜いてあげてください、まあ、そのためにこうブクブクで生かしてあげないと、まあ、すぐ死んじゃうのでってことでエアポンプ用意してください。2匹目です。わあすごい元気元気。お、簡単に外れました。今2つの竿にエビが来ててどっちからあげようか悩んでるところです。浮きが沈みます。動いたりして最終的に沈んだらだいたい15秒から20秒ぐらい待ってあげてください。今浮き上がっちゃったんでもしかしたらもうエビが餌食べちゃったかな。あ、なくなったか。あんまり長すぎると餌がなくなっちゃいます。あ、沈みました。沈みましたね。今ふっとエビが持って逃げてるかな。動いてます。すごい浮きが動いてます。あ、沈みました。7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。このぐらいで上げてみます。お、お、来てる来てる来てる。おお、3匹目。こいつはちっちゃいですけど絶対美味しい。釣れました。すごい。手が一本ないです。かわいそう。めっちゃ挟んでいます。こいつ腕が一本ないんでちょっとかわいそうですね。痛痛痛痛痛い痛い。あ、すごい挟んでるわ。結構ね痛いんですよこれ。お互いに挟み合いっこしょ。よいしょ。はい、ではあれから釣って帰ってきました。はい、ではこんな感じで酸素ボンベで寝かして今泥を吐かしています。わかります。綺麗な水だったんですけどこう泥を吐いてゴミが溜まっています。このまま一晩置いておきます。なんと10匹ぐらい釣れてます。今回は大量です。万歳。はい、釣ってきたエビを1日生かしてですね泥抜きしてました。でこれをですね今から締めて食べれる形にしていこうと思います。はい、じゃあまずエビの下処理をしていこうと思います。ザルにあげます。わー、早く洗ってあげてその後にですね、まあ、ボウルでも何でもいいですというのにね、入れます。で入れた後は、こちらですね調理酒もうドバドバドバッと浸かるように入れてしまいますが元気がいいので結構やばいです、エビが酔ってきます。酔ってくると超暴れてくるんで暴れる前に蓋をします。ラップでもこれも何でもいいです。はい、もうエビが酔ってきました。ものすごい暴れてきます。なのでねラップとか蓋とかそういうのでしっかりと出ないように固定してあげてください。はい、今回ね、アヒージョエビで作っていこうと思うんですけどそれに使う野菜はですねナス、アスパラ、トマト、紫玉ねぎ、オクラ、ニンニク使っていこうと思います。あれ豚使わないんですか。豚使いません。かわいそうです。豚使わないそうです。ブイーブイー、ちなみに高知県産のオクラ以外は全部鳥取県産の野菜を使ってます。はい、では野菜を洗ってきました。では野菜カットしていきます。まずトマトですね、ぐるっと刺してぐるぐるぐるっと、はい、そうですね食べやすいサイズに切っていきましょうかね。8等分ぐらいでいきましょうか。で続いてナスです。でナスは初めにちょっとこの部分いらないのでここ切っちゃいます。よいしょ、サクッと。そうですね、半分に切りまして、で皮のところなんですが硬いのでちょっとこう切れ目を入れてあげます。で食べやすいサイズに切っていきます。はい、こんな感じですね。でナスは色が変わりやすいので一回ちょっと水にくぐらせてあげてください。はい、ではこんな感じでアクが回らないようにしててください。で次アスパラガスです。でアスパラガスはここ硬いのでじゃじゃん、ピーラーですね、こちらで硬いところを全部皮を取っていきます。はい、で食べやすいサイズに切っていきます。はい、これぐらいですね。オクラです。オクラはお塩ですね。お塩をちょっと振りかけてあげてブラブラーっと毛があるのがわかるですかね。毛がついてるんですよ。この毛を取っていきます。はい、じゃあ毛を取って洗ってきました。あとここですね、硬いので一本落としてでここはねちょっと剥いてあげます。はい、こうするとここも食べれます。ここ硬いのでこれはもうゴミですね。
ではこれを食べやすいように半分に切っちゃいます。はい、じゃあ次玉ねぎですね。よいしょ、玉ねぎもよいしょ刺して芯を取っちゃいます。グリグリと回して、はい、芯取って半分に切ります。玉ねぎはちょっと厚めに切っていきます。これぐらいですね。よいしょ。で最後にニンニクです。ニンニクはちょっと厚めに、薄すぎると焦げてしまいますので少し厚めに切ってあげるといいと思います。ニンニクなんですけども、この中の芯、ここは取っててください。ここがですね、結構あのえぐみというかね、苦味とか出てくるのと、あと焦げやすいんですね、ここの芽のところが。なんでこの芽のところは、まあ、爪楊枝があれば爪楊枝出してあげたり、よいしょ、ここは、まあ、取っといてください。まあ、取らなくてもいいんですけども、取ってる方がいいと思います。はい、ではカットした夏野菜です。でこちらと手長エビを使ってアヒージョにしていきます。はい、15分ぐらいね、野菜を切ってる間にエビが、締まりました。これですね、今から、出して綿を取って食べる状態にしていこうと思います、はい、ではこのザルにあげていきます。酒の力で伸びました。でこれでね、もうエビも動かなくなったので、はい、ではエビをですね、綿を取っていこうと思います。で口がねこの辺りにありますんで、ここにこう爪楊枝でも竹串でもいいんで、こう入れてあげて、こういうね、黒い綿が取れますんで、これを全部取っていきます。はい、では綿を取りました。背の方はね、1日、まあ、水で刈っとけば置きたいのも取れるので、そのままでもいいです。気になる方はですね、取ってやってもいいと思います。最後にね、洗ってあげて水気を取れば下ごしらえは完了です。はい、それではアヒージョ作っていきます。はじめにオリーブオイルをわーっとたっぷり、オリーブオイルは2回に分けて入れるので。じゃあ1回で入れない。はい、まあ、初めに全部入れちゃってもいいんですけども、入れすぎるとあのオイルもったいないので、初めは少し少なめで、で香りを出していくので、ニンニクと火が通りづらい玉ねぎですね、こちらを入れて、強火でやると玉ねぎとかニンニク焦げてしまいますので、弱火で温めていきます。であと鷹の爪ですね、半分ぐらい入れます。ちょっとこの隠し味なんです。隠し味、ごま油をちょっと入れた方が美味しいと思うので、このスプーンに半分ぐらいですかね、ごま油入れます。入れるとね香りがいいんですよ。まあ、ちょっと沸くまで置いときます。で他の野菜はですね、トマトとか、アスパラガス、まあ、ナスもそうですし、この辺は火が通ってなくても美味しく食べる。逆に火が通りすぎるとへなってしまって美味しくないので、少し食感を残してあげたいので、こちらは後に入れます。ちょっと生だと辛い玉ねぎですね、こちらだけしっかりと火を通して甘さを出していきます。少しお塩ですね、一つまみ、二つ目ですかね。あ、いい香りしてましたね。うん、美味しそうです。腹減りました。でこう玉ねぎから水分も出てきて、わかります、しんなりしてこのオイルがだいぶこう浮かび上がってきてるわけじゃないですけど、この時にエビを入れます。はい、じゃあエビです。うん、うまそう、赤くなってるエビが。あ、綺麗ですね。次野菜ですね、オクラ、アスパラガス、ナスですね、トマトで、ここで少しオイルが足りないなと思ったら、追いのオリーブオイルですね、2周ぐらいですかね。はい、でこれもさらにですね、野菜とかしんなりしていくので、入れすぎは禁物です。オイルもったいないです。でこれちょっと煮込んでいきます。はい、でちょっと隠し味パート2、白だしです。まあちょっと邪道かもしれないんですけども、半分ですね、さっきの半分ぐらい、うんうんうん、であとは胡椒ですね。はい、ではナスにも火が通ったので、こちらで完成です。いただきます。はい、ではアヒージョ完成です。ではいただきますと言いながら、いつもの恒例の僕です。はい、僕はですね、キモリシードルっていう、青森の弘前で
作られるシードル、リンゴを使った果実酒、こちらをアヒージョに合わせて飲んでいこうと思います。はい、僕はローソンで買ってきたこちらですね、ビューティービネガーサワーですね。美しくなりたいですはい、ではお疲れ様です。乾杯。いただきます。そう、メインはアヒージョ。いただきます。アヒージョ、うんふん、おいしい。めっちゃうまい。皮そんなに気にならないね。全然もうこのままいけますからね。すごい硬いわけでもなく、アスパラに玉ねぎ、美味しい。でこのバケットもう足りないんじゃないかと思うんですよね。あ、最高。ここでもうつけて食べちゃうの、すごく、うん、無限バケット、うん、美味しい。ごちそうさまでした。美味しかったです。見てください、全部完食っす。最初バケット半分でええやろね言ってましたけど、足りん足りん。もう一本食べたいもん、本当に。本当も食べれますもんね。無限バケット編ですね、これは。いや、美味しかった。いや、よかった。お酒も進んで、パンも進んで、ね、最高でした。いや、簡単簡単、お家でできます。ぜひやってみてください。ではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。お願いします。じゃあねー。